理家デビュー、史上最大の家庭料理コンテストに今年も料理自慢の女性たちが全国から集結、人生をかけた熱いバトルを繰り広げる日本一家庭料理がうまい女性決定戦レシピの女王。一次予選ステージ B のレシピ審査通過者による勝利審査、審査員はイタリア料理の笹島康弘さんと日本料理の笠原雅弘さん。一次予選のテーマは40分で作れる新しい家庭料理。東京で3回開催される一次予選、ここで勝ち抜きますと4月に行われる二次予選に進みます。始めます。こちらはリリアン・キュークさん、レシピの女王初のオーストラリア人です。18歳の時モデルとして来日、この時たまたま住んだのが宮城県仙台市でした。もともと半年で帰国する予定でしたが、仙台はすごい綺麗な街で親切で便利で優しくて、仙台がすっかり気に入ってしまい帰国を中心。以来日本での生活が24年目に突入したリリアンさんは、オーストラリアに帰省しても早く仙台に帰りたいとホームシックになってしまう。そんな親日家のリリアンさんですが、唯一困っていることがあるんです。お魚全く食べれない、リリアンさんはベジタリアン。オーストラリアにいた頃はベジタリアンのための料理がごく普通にあったため、特に困ることはなかったそうです。ところが日本の料理は、例えば漬物とかいう感じのも、大体だしとか何が入ってるんですかね、エビのエキスとか。私みたいなベジタリアンが非常に難しいんですよ。食事には困るけど仙台は離れたくない、ならば自分で作るしかないと美味しいベジタリアン料理を追求し続けたそうです。今回はその24年間の集大成、動物性の出汁を一切使わず深い味わいが出せるという自信作です。その旨味の鍵となるのがこれ、ドライトマト。お湯で戻すととってもいい出汁が取れるんだとか。さらにもう一つの鍵が電子レンジから取り出したニンニク。一回こう電子レンジでチンすると独特のニンニクのきつさがまろやかね。そうですね。なるほど、いろいろな技を知ってますね。まろやかになったニンニクとわかめをフードプロセッサーへ、そしてお湯につけておいたドライトマト。お、早くもオレンジ色にいい出汁が出ているのがわかりますね。この旨味を余すところなく注入。ヘルシー、だけどこうニンニクとか入ってる、コクがね、ちゃんとあると思う。さあソースの仕上げです。フライパンでケチャップ、昆布だし、醤油を加えたお水に先ほどのニンニクわかめを注ぎ入れ、加熱すれば完成です。美味しそうだ、これはすごい。私の好きな料理は大体あのスパピワイン飲みながら美味しいのが大好きです。お酒は行かれる。そうですね、はい、嫌いじゃないです。さすが日本語もお上手。ソースに絡めるジャガイモはシリコン調理器に入れ電子レンジ。ホックホックのジャガイモとわかめソースは相性抜群。お酒が飲みたくなるベジタリアン料理に期待しましょう。買ってくれる気分になるんじゃないかな。さあレンジでジャガイモが蒸し上がりました。これを加熱したニンニクと一緒にフライパンへ。先ほど出汁を取ったドライトマトも加え焼き目をつけていきます。いよいよリリアンさん自慢のわかめソースの出番です。片栗粉でとろみをつけたらジャガイモに絡めていきます。いい匂いしますね。本当に野菜だけの声がいい匂いです。あ、これは一番なんですね。うん、すね。さあここでクスクスが登場。パスタと同じ小麦から作られる食材です。いよいよ盛り付け。クスクスの真ん中に自慢のわかめソースあえをたっぷりよそいます。なんか
ウトと同じ色の食用花を散らしたら、わかめのソース、そしてクスクスと一緒に、うん、おいしい、うん、このジャガイモのこのホクホクがすごいですね、うん、もっとあっさりしてるのかな、うん、結構濃い味する、ドライトマトの、うん、味しが効いてて、もうこれで本当にシャンパンね、本当やっぱり酸味がね、なんか欲しくなって、うん、これはアイデアもらいますね、このわかめソース、そのドライトマトの出汁とか美味しい、完全に明日落ちるよ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。まずは仙台が大好き、ベジタリアンのリリアン・キュミクさん、ドライトマトから取った出汁を使い、ニンニクをアクセントにしたわかめソースを披露、肉や魚に負けないコクと旨味を見事実現し、パリのシェフを唸らせました。その評価は上級のね、テクニックが盛りだくさんで、わかめのソースとか、ちょっと自分のお店でも参考にさせてもらおうかなと、すごい勉強になります。酒好きな人間には本当のつまみにいいなっていうね、でもね、ちょっとそういう意味で言うと大人の料理すぎちゃうかなっていうところがね、ちょっと家庭っぽくないのかな。わかめ肉、クスクスとかドライトマトっていうのは、あ、なんかそういう家にも来たし、見たことあるけど、こういう風に使うのかな。だからそういう意味ではテレビで見てる方すごいなんかアイデアになったんじゃないかなと思いますね、僕は。審査結果を発表しますと、今回は残念ながら不合格で、ここ惜しかったです、うん、本当にもうわずかだったんです、うん、いいえ、とんでもないです。